ジェイクです、今日は建物紹介第1弾これはショップって言って、まあでかいガレージですね。でかい電動のドアと、ライトが外にはあります。冬の間はもう外が寒いんでエンジンかかれへんとか、ハイドロリックホースって油圧のホースでトラクターのバケット部分を動かしたりするんだけど、それがもうカチコチになって割れてオイル漏れしたりとかする原因になるんで、冬はこれもうこの中満杯になるぐらいトラクターと乗り物が入ります。ここはね、一応床暖房になってるんで、そんなね暑い温度には設定してないねんけど、10度ぐらい、要はなんかトラブルあってトラクター持って入った時にあんまり暑いと、ね、服脱いだりまためんどくさいんで、ざーっと紹介していこうかな。ここにはグリースガンとかラチェットからブーマーとかヒッチとか、チェーンね、これなんか壊れたものを引っ張って連れて帰ってきたり、いろいろ使いますが、これは、エアコンプレッサー、ある一定の、工具とかも使います。こうラチェットがあったりとか、グリースガンのエアタイプもありますね。あと地蔵とか。ここはオイル関係で、この中の黄色い中にはフィルターとか入れてます。これ冷蔵庫はねもう使い物にならん、壊れてるんで、溶接の機械とか、機械じゃないな、溶接とか、説明書とかをキープしてます。クォッド、クボタトラクター、バギーが3台、もう1台、これをね、ちょっと今日修理に出すんで、バッテリーチャージャーつけて、ちょっともうエンジンかからなかったんで、一回連れて入って、あったかくしてます。さっきね、エンジンかかりました。あとは、工具関係で、このベンチって言って、作業台とか、いろんなもろもろテープとかね、ノコギリとかがあります。これはドリル、工具入れ、あとボルト入れ、電気刺激工具、もう手の届きやすいところに一応こんなもん昔作って設置してます。あっ足引っ掛けてもと。はい、ここは便所とシンクと、洗濯機で、これがヒーター、ここの床暖房のね、そんな感じです。あと上には一応ファンも回ってます。以上。
はい、こんなにいっぱいいっぱいですわ。はい、JCB っていうトラクターから、これが餌やりのでかいトラクター。もうギチギチ、なんという運転技術。いっぱいいっぱいです。ね、でもこうやってね入れとくと、次の朝にはもう全部雪も溶けて乾いてるし、エンジンスタートも問題ないし、まあちょっと作業はできへんけど、こんな感じです。